柴田正る門は、江戸時代前期の旗元。関東地方にあった、地行地を、三河国に移され、ぬかた郡元宿村に陣屋を置いた。以後、旗元、柴田家は、幕末、明治初年までこの地の領主となる。慶安4年、徳川家也津に9歳で敗越。万治2年古将組に連なる。遠方8年、父の隠居に伴い家督を継承。 天那2年には、信濃国小室城を、石川城西に引き渡す任務にあたり、佐久間真成に従って現地に赴く。上京4年使い番に転じる。同年には、上地没収の処分を受けた、下屋国烏山藩主、那須助勝から、カラス山城を受け取る任務を担い、不意着用を許された。元禄3年には、日光の造営を担ったことから、 十五位かえつま守るに助任する。元六四年に、目付、元六六年に霧ン万頭、小川となった。元六七年、上野国緑野軍、名場軍で戦国の加造を受ける。元六九年に、金に金はザルにより金事を許され、寄り合いに列する。元六十一年、武蔵国と上野国にあった領地を、三河国抜方軍、保イ軍に移された。勝門は、 新たな地行地支配のために、ぬかた郡元宿村に陣屋を設けた。元禄十四年、五十九歳で没、牛込の流門寺に葬られた。旧大館や四季勝門が陣屋を置いた元宿は、古くからの東海道沿いの交通の用地であり、古刹宝蔵寺の門前町でもあった。徳川家康は、幼少時に宝蔵寺で手習いを学んだという。 柴田家の治療地支配については、元塾の有力者であった富田家が大官職に、任じられ、以後世襲した。聖徳四年に、富田前太夫常久が、陣屋預かりとなり、その後を継いだ富田元右衛門重要が、教皇7年に、陣屋隣に屋敷を移した。富田家5代目の富田群蔵常行が、文政10年に建て替えた、大官屋敷が現存しており、2018年に、 イノベーションがなされて、レストランになった。勝門の後、柴田家の家督は、勝富勝貞、勝弘正満と続き、マ満の末期用子として、柴田勝房が迎えられて、後を継いだ。勝房は、柴田家祖先の追悟を行っており、旗本、柴田家初代、勝重の墓のある春新寺に、柴田家の由緒をまとめた文章を収めている。 幕末期の当主は、柴田勝前で、明治元年3月12日に、勤農証書を提出した。勝明は、その後、小生に家督を譲った。柴田小生は上京して明治元年11月に、新政府から本領安堵されたものの、与えられたのは年貢徴収権のみで、村方支配は、最寄りの府県に属するとされた。柴田家地療地の貴族は、 三河県と静岡藩の間で複雑な動きを見せることになるが、明治2年に静岡藩に上記された。大官を務めていた富武は、陣屋の敷地を受け継ぎ、跡地に委員を開業している。旗本柴田屋及び大官富武はそれぞれ資料を残している。ありがとうございます。